こういう状態になります、はい、カットを切った入れた状態で、これをこっち側から落ちてくるかで表と裏がある方は出る面が変わってくるんですけれども、はい、切ります。そしたらガイドラインがありますので、そこの線に沿って、まあ、最初谷なら谷なら谷山、交互に山と谷を交互に折っていってください、はい、こうですね、こうです。でここまで来たら今度はこれがこちら側にこうなります。でこう折っていきます。すごい、ここに来ます。そうするとここが今度はこちら側になります。へへ、蛇なんだね、はい、でこうしたら今度はこっちになってきます。最後まで折ってきます。で折る時のコツとしては、まあ、こういう風にしてると線がこっちだからちょっと見えない、ね、そしたらこれ裏返してここの線を見てこう折ればいいのと、あと線というのは正方形を重ねていくつもりで折っていくと綺麗に最後仕上がります。こう絞りってなったからね、うん、でここもあの線にこだわるよりは正方形を重ねていくっていう感じで、その時でもやっぱりちょっとこのここがね、なんか最初だと斜めにいっちゃったりとかしてやりにくいなっていう時はカッター台の上で、入れるとすごく折りやすいです、うんうん、あとシャープにここら辺はあの、まあ、コツコツで折っていきます。折っていきますとこういう形になります。で、これはこうこちらこっちですね、こういう風にページが全部こうやってこういう状態に なる側を、小口側、小口というのは開く場合にしてください。でこっちの ここがこういう風につながってる、つながってる側は、背にして本の背の側としてください、はい、でここまでできて一応これで平面から立体の本の形までです。でこの状態でももちろん構わないです。この状態でこうやって広げて両面使ってこういう形で何かを見せるということでも構わないです。本というものは基本的に背というものがあります。こちらの面のところが平、上が天、そこが地で、こっちが閉じる方が背で、こちらの開く方が小口です。ですからここから背の部分というのは通常は糸で引っかかって本にするのが 本当の、本製本ですね。で最近の、文庫本とかはのり製本で、こちら側はのりであのボンド固めしてあるだけになっています。でここでは、両方ともちょっと面倒くさいので、そこは遊んでいただいて。